当院サネヤスは、鎌倉時代後期の苦行。大乗大臣、当院公、守るの長男。下には、十一位、左大臣。当院左大臣、または後、と、山本セフトボース。以下、苦行部人と、尊卑文脈の内容に従って記述する。つれずれぐさ第83弾にサネヤスは登場する。大乗大臣になれるのにあえて左大臣と丸を。 選んだという西恩寺高校に感心して、自身も、大乗大臣への昇進を望まなかった、というのである。何事も登り詰めるのは良くない、と二人の左大臣を例に健康は、感心しているのである。しかし、この二人の左大臣が、大乗大臣への昇進を自ら望まなかった、というのは彼らの本心であったであろうか。本郷和人の言うように、 西園寺家がどちらかというと自明院党派であり、高校はしばしば大覚寺党と衝突したために、大城大臣に昇進できなかったとすれば少々、事情は異なってくるのである。五宇田天皇とは、重慶帝同士、後二条天皇の母聖家門院元子とも、いとことなるサネは、大覚寺党派という見方もあるようだが、一方で京国派家人としての側面も見られ、玉洋和歌集には、 左対象、下げやとして若がいる首している。その太歴巻一書集、当院系図は、なおためより、または金近に作る。いずれが正しいのかは不明。十三味内蔵頭。ありがとうございます。